ント故障のためダイヤが大幅に乱れ、お急ぎのお客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。次は岩戸台。岩戸台です。この電車辰巳ポートアイランド行き、本日の最終電車となっております。お乗り忘れのないようご注意ください。ようこそ。遅かったね。長い間君を待ってたよ。この先へ進むならここに署名をして。一応契約だからね。怖がらなくていいよ。ここからは自分の決めたことに責任を取ってもらうってだけだから。確かに時は誰にでも結末を運んでくるよ。たとえ耳と目を塞いでいてもね。さあ始まるよ。この時間にどうして？まさか。待て。
れが。到着が遅れたようだな。私は霧城満。この寮に住んでいるものだ。誰ですか？彼は転入生だ。ここへの入寮が急に決まってね。いずれ男子寮への割り当てが正式にされるだろう。いいんですか？さあな。彼女は竹葉ゆかり。この春から2年生だから君と同じだな。竹葉です。あ、はい。こちらこそよろしく。今日はもう遅い。部屋は2階の一番奥に用意してある。荷物も届いているはずだ。すぐに休むといい。あ、じゃあ案内するんでついてきてください。この部屋だね。一番奥だから覚えやすいでしょ。何か聞きたいことある？子供？誰のこと？ちょっとやめてよそういうの。ちょっと聞きたいんだけど、駅からここまで来る間ずっと平気だったの？どういう意味って。その様子だと本当に平気みたいだね。ならいいんだ。ごめん、気にしないで。じゃあ私は行くね。さ、いろいろとわからないことあると思うけど、それはまた今度ね。おやすみなさい。眠れた？ね、先輩に案内しろって頼まれちゃって、もう出られる？よかった。じゃあ行こっか。通学にはこれ使うの。モノレール。珍しいでしょ？特にここ。海の上進むみたいな感じで好きなんだ。学校があるのは終点の辰巳ポートアイランドって駅ね。聞いたことない？辰巳ポートアイランド。人工島の真ん中にうちの学校があるの。ほら、見えてきた。ここが月光館学園の高等部。よろしくね。ここからは一人で大丈夫だよね。まず先生に挨拶か。
職員室はこの先を左に入ってすぐだから、詳しいことはそこでね。以上ナビでした。何かわからないこととかある？え、さあまだクラス分け見てないし。あのさ、昨日の夜そのいろいろ見たでしょ。あれ他の人には言わないでね。じゃあね。ミア、なんでジャージで来てんの？なんでって、放課後部活あるし。部活やる前に始業式とか授業とかあるでしょ？教室行って早く着替えてきなよ。せっかく。って分かったよ、そう睨むな。で、クラス分けの掲示板ってどれを？そこ！っていうか、ミアは F 組、私は別のクラスだから面倒見てらんないんだからね。まったく。それじゃあ。男子たるもの、心のうちに熱き物の魂を持たねばならん。我が校では社会に出て活躍できる武士を育てる教育を進めておる。わお、最高です。武士も中ずば高ようじです。そうだそうだそうだ、そうなんだよ。君は異国生まれのようだが分かってるね。見たのに、ここどこだろう。おっと、転入生くんよね。2年生で間違いないわよね。結構転々としてきてんのね。ご両親は10年前の。あ、ごめん、バタバタしてて詳しく読んでなくてさ。私は国語科主任の鳥海です。よろしくね。おっと、元気ビンビンね。クラス分けも見た？君は私の担任する F 組よ。でもこの後すぐ始業式だから先に行動ね。案内するわ、ついてきて。諸君らの新しい一年の始まりにあたり、文筆品品叱るのち君子という言葉を紹介します。これの意味はと言いますと。ねえねえって、あのさ、今朝竹葉さんと一緒に登校してたのって君だよね。見てたぜ、仲良さげだったじゃん。君ってさ、竹葉さんとどういう知り合い？つうか竹葉さんって彼氏いんの？その辺誰も知らなくてさ。そっか、
一緒に学校来たって言うから知ってっかなと思ってさ。てか君はどういう関係なわけ？おや、なんか話し声がしましたね。鳥海先生のクラスのあたりですか？たく静かにしてよ。怒られるのは私なんだから。よっ、転校生。なんだよ、そんなマジびっくりした顔すんなって。ん？あれか？俺は伊織純平。純平でいいぜ。実は俺も中2の時転校でここ来てさ、転校生っていろいろと一人じゃわかんねえじゃん。俺が最初に声かけなきゃってな。いいやつだろ。お、ユカリッチじゃん。また同じクラスになれちゃうとは思わなかったぜ。まったく相変わらずだね。誰から構わず慣れ慣れしくしてさ。ちょっとは相手の迷惑とか考えた方がいいよ。なんだよ、ただ親切にしてるだけだって。ならいいんだけど。なんか偶然だよね、同じクラスになるなんてさ。なんか偶然だよね、同じクラスになるなんてさ。うん、驚いた。おいおい、俺だって同じクラスだぜ。なんか扱い違わねえか？てか実際聞きたいことあんだけどさ、お二人さん仲良く一緒に登校したんだって。詳しく聞かせてくれよ。ちょっとやめてよ。彼とはたまたま寮が一緒ってだけ。何でもそういう話に結びつけすぎだっての。てかそもそも噂になるの早すぎ。不安だな、そういうの。ちょっといい？あのこととか言ってないよね。ならいいけど。昨日の夜のこと本当言わないでよ。何？昨日の夜って、ちょ、なんか誤解してない？とにかく彼とは昨日会ったばっかで、ほんと何でもないの。まったくもう。じゃあ私弓道部の用事あるから行くけど、変な噂広めないでよ。別に噂なんてどってことないじゃんなあ。ちょい自意識過剰っぽいよな。でもすげえじゃん転校生、初日から浮いた噂なんてよ。あいつあれで結構人気あんだぜ。一目置いちゃったよ実際。まあそんなわけだからこれからよろしくな。もう帰んだろ。なら駅まで一緒にどうよ。よっ。
ようかな。なあ運動部、ああお前どっか部活入ったりする？新規入部ってことになるからまだもうちっと後だけどな、入れるのつか寮なら最寄りは岩戸台か。いいよな寮生活、なんか青春って感じ。んじゃ俺こっちだからまた明日な。ちょっと出てくる。ん？気づいてるか？このところの新聞記事。ああ、それまで普通だったものがある日を境に急に口も聞けないほどの無気力症に陥る。最近流行りらしいな。記事ではストレス性ということで片付けられてるが。そんなわけあるか。絶対奴らの仕業だ。出なきゃ面白くない。相変わらずだな。一人で大丈夫か？なに、心配ない。トレーニングのついでだ。まったく、秋彦のやつ、遊びじゃないんだぞ。ちょっと
なるほど、彼か。いや、こんばんは。私は幾月修二、君らの学園の理事長をしているものだ。幾月、言いにくいだろう。おかげで自己紹介はどうも苦手だよ。油断すると噛み噛める。ま、かけて。部屋割りが間に合わなくて申し訳なかったね。正式な割り当てが決まるまでまだ少しかかりそうだ。さてと、何か聞いておきたいことはあるかい？この寮の住人は君を含めて4人だ。ここにいる竹場くんと、それから桐城くん、あと3年生の男子で真田昭彦くんという生徒がいる。一つ仲良くね。他に聞きたいことは？なぜって、君を迎えるためさ。ダメかい？ああ、竹場くん、そういえば桐城くんは？はい、もう上に。いつもながら真面目だね。顔くらい出せばいいのに。他には何かあるかい？よろしい。じゃあ、良い学園生活を。私はそろそろ失礼するよ。転入したてはいろいろと疲れるだろう。早めに休むといいよ。体なんてグーグー寝てなんぼだからね。昔漫画にあったろ、グーグーなんぼ。なんちゃって。ごめんね。さて、私も部屋戻ろった。理事長も言ってたけど早く休んで。転校って慣れるまでは気疲れするしさ。おやすみなさい。お疲れ様。どうだい、彼の様子は？先ほど就寝しました。今は眠っています。理事長、やはり彼は？ま、とりあえず見守ろうじゃないか。もうすぐ影時間だ。いいじゃん、行こうぜ。外とかまだちょっと寒いさ。なん？え、どうする、まゆみ？全然行きたいのは行きたいけど、何気に親とかさ。関係ねえじゃん、メールしときゃバレねって。まあ、行っちゃおっか。すまん。おー、マジだって、超ビビったもん俺。作ってない？ゲージョープレゼンツ、ザ・ベイ・ハッピー・チューラーズ。来週もまたこの時間にお会いしましょう。この番組は人に永遠の快適時間、霧状エレクトロニクスの提供でお送りしました。0時です。
平然と眠ったままか。毎晩0時になるたび訪れるこの影時間は、いわば隠された時間だ。普通の人間は棺のような姿に象徴化して、この時間があることすら感じない。じゃあ彼は？見ての通り、彼に象徴化は起きてない。眠ってはいるけど、彼は今ちゃんと影時間を体験してる。あとは適性があるかどうかだ。というか、あるんだろうね。なければ今頃、奴らの餌食になってる。餌食ですか。とにかく、もうあと何日かはこうして様子を見てみないと。はい。隠れてこんなことして、ちょっと気が引けますけどね。我がベルベットルームへ。私の名はイゴール。お初にお目にかかります。こちらはエリザベス、同じくここの住人だ。エリザベスでございます。お見知りおきを。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。今からあなたはこのベルベットルームのお客人だ。あなたは力を磨くべき運命にあり、必ずや私の手助けが必要となるでしょう。あなたが支払うべき対価は一つ。契約に従い、ご自身の選択に相応の責任を持っていただくことです。これをお持ちなさい。またお会いしましょう。調子どうよ。今だろ。帰りどっか寄ってかね。そりゃお前寄るっつったろ。ああそうか、お前越してきたばっかだもんな。
んじゃ案内してやるか。すぐそこだし行こうぜ。ここがポロニアンモールな。学校のやつらとちょっとどっか行くべーってなるとここだな。カラオケとかゲーセンとか、あと CD 見たりとか、あとあれよ、クラブ。ええ、行ったことありませんけどね。変わり映えしねえけど、まあ贅沢は言えねえよな。とりあえず CD でも漁って。新しいやつ出てんじゃんか。ここはやるしかねえ。見せてやるよ、俺のクレーンさばき。あっちくしょう。いやいやいや、絶対取ってやる。あ、ちょっとお前横から見てくれね。もう一回、もう一回だけ。おかえり。大様子は少々疲れているようです。着替えもせず眠ってしまった。ですがその他は昨夜と変わりありません。やはり興味深いね。彼はたとえ影時間への適性があっても初めはもっと不安定になるものだ。記憶が消えたり混乱したりね。今までの誰とも違う実に例外的なケースだよ。でもなんかこれじゃモルモットみたい。そう言ってくれるな。彼はクラスメートだそうじゃないか。同学年の仲間ができれば君も心強いだろう。我々にはどうしても力が必要なんだよ。それは分かってますけど。こちら作戦室だ。秋彦か、どうした。すごいやつを見つけた。これまで見たこともないやつだ。ただあいにく追われてたな。もうすぐそっちに着くから一応知らせておく。それ奴らがここに来るってことですか。理事長、今日の監視はひとまずここまでに。我々は応戦の準備をします。頼んだぞ秋彦。
大丈夫だ。それよりすごいのが来るぞ。見たらきっと驚く。面白がってる場合か。真田君、奴らなのか。はい、ただ普通の奴では。何この揺れ、冗談でしょ。理事長は作戦室。竹馬、君は2階にいる彼を起こして裏から逃がすんだ。先輩たちは。ここで何としても食い止める。明彦、連れてきたのはお前だ。責任は取ってもらうぞ。奴らの方が勝手についてきたんだ。まったく何してる。早く行け竹馬。わかりました。悪いけど説明してる暇ないの。今すぐこっから出るから。とにかく急いでるの。1階の裏口から外へ出るよ。あ、待って。念のためこれ持ってて。じゃあ一気に行くよ。ここまで来れば。竹馬、聞こえるか。はい、聞こえます。気をつけろ。敵は一体じゃないみたいだ。こことは別に本体がいる。マジですか。ひとまず退却。どうしよう。正面玄関にも奴らがいるし。とりあえず上。ここを襲ってきた化け物、シャドウ。
待て。やはりか。今のは。終わったな。お目にかかりましたな。あなたは力を覚醒したショックで意識を失われたのです。おお、覚醒した力はオルフェウスですか。なるほど、興味深い。それはペルソナという力、もう一つのあなた自身なのです。ペルソナとは、あなたがあなたの外側の物事と向き合った時、表に出てくる人格、さまざまな困難に立ち向かっていくための仮面の鎧と言ってもいいでしょう。
ペルソナ能力とは心を御する力。心とは絆によって満ちるものです。他者と関わり絆を育む、あなただけのコミュニティを築かれるがよろしい。コミュニティの力こそがペルソナ能力を伸ばしていくのです。よくよく覚えておかれますよ。さて、あなたのいらっしゃる現実では多少の時間が流れたようです。これ以上のお引き止めはできますまい。今度お目にかかる時にはあなたは自らここを訪れることになるでしょう。ではその時までごきげんよう。気がついた。気分はどう？ああ、よかった。やっと起きたよ。あ、ここは辰巳記念病院って言って、駅前からちょっと行ったとこよ。体の方は心配ないって、過労みたいなもんらしいけど。あのさ、ごめんね。あの時は何にもできなくて。でも驚いた。すごいね、あの力。シャドウのことね。シャドウは私たちが戦っている敵。それにあなたが使った力はペルソナって呼ばれてる。大丈夫、後でちゃんと説明するから。ごめんね、隠してて。さ、いきなりでなんだけどさ、私もね、あなたと一緒なんだ。私のお父さん、小さい頃事故で死んじゃってさ、お母さんとも距離が空いてて、あなたも一人なんでしょ。実は私、あなたの身の上いろいろ聞いちゃっててさ、私だけ知ってるのも嫌だし、話さなきゃってずっと思ってて。昔さ、この辺りで大きな爆発事故があったの。お父さん死んだのそのせいらしいけど、詳しい事情分かってないんだ。お父さんが勤めてたの霧城グループの研究所だったの。だからここにいればお父さんのこと何かわかるかもって思って、学園に入ったのもこの前みたいなことやってるのもそういうわけ。もっとも怖くてあのありさまだったけどね。私も初めてだったんだ、敵と戦うの。ごめんね、私が頼りないせいでこんな。でもごめんね。それに起きた早々こんな話。待ってる間いろいろ考えちゃってさ、今までいろいろ隠してたし、まずは自分のこと話さなきゃって。でも聞いてくれてありがとう。誰かに話したかったんだ、ずっと。じゃあそろそろ行くね。目を覚ましたって知らせないといけないし。目が覚めたらすぐ退院できるって言ってたから、今日のうちに戻れると思うよ。じゃあね。